はい、皆さんこんにちは。学校長荒木島の元気でーす。はい、バルキリー出ましたので、ちょっとバルキリー使っていきたいと思いまーす。はい、もうタイトルコール超ざっくり。若干、投げやりです。はい。でですね、実際これ何が強いのかっていうのをちょっと紹介していきたいんですけれども、PC はね、最近流行ってるのが、PS4 はどうかわかんないんですけど、このバルキリーのやつを窓に投げ捨てるっていうのがちょっと流行ってますけど。カメラを起動。入んないのか。ラウンド終了してから速攻だな。ラウンド終了して速攻でカメラを投げ捨てると外にいい感じになるんですよね。よいしょ。じゃあ、やってみましょう。ちょっと なんで強いのかね。実際多分見てもらった方が早いんで、ちょっとここも含めてやっていけたらなと思ってます。なんだカメラどこだ。オッケー、壊した。残り5秒。いくぞ。じゃあそこに向かって、あそこに向かって投げましょう。あれにまずあっこにつきましょう。それこいあれまあいいや、オッケーで、これなんで閉めんの。俺には今開けたのに。ほいあれ、あ、行き過ぎ。あ、まあいいや、よし、オッケーオッケー、これでいいでしょう。これで大体いいでしょう。で、これでどうなるかと言いますと、何も見えねえ、このカメラ。大失敗だ。で、こっちに敵がいっぱいいんな。なんか、やばそうな気配が。バルキリーね、このチームもめちゃくちゃ強いんですよね。ただね、このマップクソ悪いっていう。で、これで多分出てんじゃないか。このカメラがあることによって、敵がいるかどうかが分からん。なるほど、分からん。ここにいるな、敵。あ、これ殺そう、これ殺そう、これ殺そう。これ殺そう。よーし、あ、そう、殺せんかった。よーし、やられた。残念。こういう感じでね、バルキリーの使い方できるんで、これ結構強いと思いますよ、自分の中で。どこやろう。あ、仲間殺してきましたね。で、あともう2人がどこにいるかって感じなんですけど、なんか殺しましたね。違う、殺されたのか。どうしよう。ちょっといい感じに、いい感じのところに。そこは敵の支配下だ。すぐに離れろ。敵に見つかった。引き返せ。よし、行こう。あそこか。あー、壊された。残念。センサー起動。あれ、どこだ。どこ投げたんだ、これ。あれ、真上だよね、多分。あ、もう、お前なんでスキャンした。俺の大切なカメラを。カメラ起動。来た、これ来た、これ来た、ここに来る、これ。オッケー、倒した。敵オペレーターが一人残っている。このエリアにいると敵に見つかるぞ。位置がバレた。よし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 。こんな感じでね、いい感じにカメラを活用してバルキリーを使っていくというのが強いんではないかと最近思っております。で、基本的にカメラはね、もうこういうややこしいマップって全部外でいいと思いますよね。思うんですよね。よし、あー、敵来そうな。アップとか言ってる。何これ、俺に動画をアップしろって意味か。あ、違うな、多分敵が上にいるってことだな。よいしょ、よしよしよし。さあ来い、さあ来い。いや、最後パパなんだよな。パパが勝てるかな。このパパをどうにか倒してやりたい、倒してやりたいところ。敵が全然来ないな。お、その上か。パパそこか。パパ全然来ないんだけど、大丈夫？お、パパここ来るか。ここ来るか、パパ。どうする？パパ、ちょっと行ったな。あ、来た、来た。パパ。来、やばい。それやばい、パパ。強いバルキリー、よーし、た。じゃあこういう使い方がね、多分うまいと思うんですよね、バルキリーって。こうやって外に置いておく。だから守り拠点の外に置いて、いい感じに出るといい感じにパパが死ぬっていう、こんな感じでバルキリー使っていくといいと思います。なんでバルキリーのポイントはまず外に投げるですね。これをさえ守っていけば、もうあなたもすぐバルキリーマスターということで。
はい、ではではバルキリーの解説動画というか使い方簡単に教えていきましたんで、これで落ちたいと思います。バイバイ。